歌舞伎町の顔面国宝隼人が完全プロデュースする新規展グロス、今年1月14日ついにグランドオープン。今回はそんなグランドオープンの様子にカメラが密着。以前ホスト TV でもお送りしたプレオープンでの研修から約2ヶ月。果たしてグロスはどのような姿を見せてくれるのか。まずは隼人プロデューサー、そして紫龍仁アドバイザー、それぞれ話を聞いてみることに。あれから成長はいかがですか？いや本当に、まあ、僕があの面接、まあ、人事の面接をさせていただいたあの男の子がしっかりあのお客様を初回のお客様から、自分の指名のお客様を呼んでくれたりとか、まあ、指名本数がねあのナンバーワン、あの3とかに入ってるとか、まあ、してるところがあの数ヶ月間で見えたんで鍛えたいかなと思ったのと、まあ、今日、まあ、あの出勤してみたらしっかりあのタワーもあるしグランドオープンにふさわしい日になったんじゃないかなって思います。ただ、まあ、もっともっとこのレベルを上げていくためにあのしっかりあの僕含めてあのみんなで協力してあのやっていければいいかなと思ってます。お店全体の運営的なところでは準備いかがでしょうか？今のこういうホストの時代というかいろいろ世間があの騒いでたりしてるんですけど、今の時代に合ったホストクラブを作っていくっていう方向性はもともとあったんで、まあ、SNS に特化したお店だったりとか、まあ、そういう部分はしっかりあの活かせてるんじゃないかなと思うんで、もっともっとそういうのを活かしながらあの僕がプロデュースしてるお店っていうらしいホストクラブにできればいいかなと思ってるんで、あの今後とも注目していただければいいなと思ってます。今日を迎えたことについて心境をお願いします。これから入っていくるホストやったりとかをしっかり一人一人見ていけるお店にしていければなと思ってて、タワーも2機あって、まあ、いいスタートが切れたんじゃないかなと思います。ちょっとまだ足りなかった部分とか今日までにあったりしますか？今日という日に欠けてた人間が少なかったかなっていう気持ちの面で、そこがまあ一個は反省点かなと思います。その気持ちの面を今後どういうふうに埋めていきますか？今日顔見てて悔しいなと思うような表情してる子たちは伸びると思うし、やっぱそういう子たちに個人的な話をしていって次はやっぱ頑張ろうなというか、しっかりとまずそこからやっていきたいなと思います。営業中にカメラが入ると店内にそびえ立つ2機のシャンパンタワー、その2つが同時に動きを見せる。そのうち1機はクレイジーグループのプリンス七瀬北斗支配人。迎えたことについて、今日迎えたことに関してはマジであの僕がこれからも目立っていこうかなと思います、はい、現状あのプレイヤーの中でトップという立場にやるじゃないですか、はいはい、まあ、それについて意気込みをお願いします。意気込みですか？あの今までとやることは変わらないと思うんで、あの僕以外のキャストにあの目を向けてあの成長させていこうかなと思います。よしよ、準備ができてるんで、はい、僕はね、はい、まず一発目、はい、配布していきましょう、はい、3、2、1、よいしょ、そうしたらさ、はい、ゆるゲームどんどん上げていけ、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 できるって聞いてあのしてもらってね、それもめちゃくちゃ嬉しいんですけど、あのやっぱあのこのイベントっていう人をこの僕と幼馴染とね、あの一緒にタワーやるっていうのが初めてで、あのすごくやっぱ嬉しいし、この友達と一緒に働ける環境をね、あの用意してくださった方々がやっぱありがたいと思ってるし、一緒に働けてる勝利と本当にも嬉しいし、この日を大事にしてやっぱイベントを成功させようってみんな思ってたんで、はい、そういう日にやっぱタワーをねやってくれてありがとうございます。本当にありがとういっぱいなんですけど、ヘルメットになりました、よいしょ、よいしょ、よいしょ、
今日までね、すごい僕がグランドオープンにかけてたってことで、すごい皆様頑張ってくれたと思うんですけど、新しいお店の立ち上げにすごいみんなが関わってくれて、僕はすごいみんなについていきたいし、すごい助けてくれる部分があって、すごいなんか僕が目立たないとってすごい毎日思ってて、まあその目立たないとっていう願いを叶えてくれるのが姫様で、僕一人じゃ何にもできない、今年はね、まあ、1億っていう目標をねちゃんと掲げられるかなって、去年まではね、まあ確信もなく1億売りたいって、すごい切ってたんですけど、グランドオープンできたってことは、これからも僕の夢に近づいて、みんなで頑張っていけると思うんで、俺に負けを味わわせてほしい、うん、だから多分それじゃないと僕は成長できないし、俺一人じゃ多分この店になっていけないし、だからみんなが成長して、これからグロスが歌舞伎町を撮るストーリーを僕はみんなで作っていきたいです。姫様ありがとう。よいしょよいしょ、イエーイ、勝利者だ、イエーイ、プレオープンからの各キャストの成長、グランドオープン初日のシャンパンタワーなど上々な滑り出しを見せたグロス、動き出したばかりのグロスは一体どこまで進化するのか。